はい。今回は、共産党と強いつながりがある2党夢めさんが代表を務めるコラボについてやっていきましょうか。共産党と強いつながりがある2党夢めさんが代表を務めるコラボ。厚生労働省が国会で、えー、コラボの会計は不適切だということをですね、無事に認めてしまいましたので、紹介していきたいと。 おいます。えー、厚生労働省国もですね、会計が不適切だというふうに認めたわけですから、もうコラボもですね、東京都も言い訳ですとか、逃亡ができなくなってしまうんじゃないでしょうか。<laughs> おめでとうございます。えー、まずですね、こちら、ひまそらあかねさんのツイートを紹介します。 厚生労働省が国会でコラボの会計は不適切と発言しましたね。不適切がなかったはもう言わせませんっていうのでですね。もう不適切な点なんてなかったんですみたいなですね。えー、そんなデマは拡散ができなくなってしまいますと。<laughs> えもう不適切な点があったことを前提にですね、えー、進めないといけないわけですよね。えー、知らんとかですね、逃亡とかはですね、無理なわけですよ。 えこちらですね、ひますらあかねさんが添付してくださっていた内容についてもですね、ちょっと見ていきたいと思います。実際にですね、この野村さんという厚生労働省の方がですね、えー、国会の中で発言されていますというところですねで。実際の内容がこちらですね、ちょっと見ていきたいと思います。政府参考人、お答え申し上げます。この補助金の交付決定を行う際には、従前より事業に関します歳入及び歳出について、証拠の書類を整理することでございますとか、 あるいは補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管することなどの条件をこの補助金を交付決定する際には各都道府県等に対して お示しをしをていいるところでございますその上でご指摘の東京都の若年被害女性等支援事業に関するこの不適切な会計処理でございますけれども国庫補助金の対象となる経費に関しまして自主事業など他の事業との間で適切に区分または安分がなされているか等についてこの証拠書類などに基づいて適切に確認を行うことはこれまた当然に必要なことでもございます 各都道府県において適切な確認が行われるよう、国としても適切な対応を検討してまいりたいと考えております。っていうのでですね。まあ、きちんとですね、ここでですね、えー、不適切な会計処理がございます。っていうふうにですね、言ってるわけですよね。うん。全国で税金をですね、ばらまくはずだった、えー、公金を躊躇するはずだったですね、事業の有識者会議の運営すらも止まってしまいますし、もう各都道府県にまでですね、注意喚起が行われてしまいますと。 <laughs> 残念っていうとこですね。これ全国に対してですね、適切に確認しろーっていうふうにですね、なんか通達されるってですね、なんかもはやですね、全国規模で起きてしまっている詐欺事件みたいですよね <laughs>。 えー、コラボが詐欺だとかって言いたいわけじゃないですよ。あの、何か新しい詐欺事件とかですね、えー、予想しなかった新しいこう詐欺の手口とか見つかると、えー、全国にですね、こういう事件が多発してます注意しましょうみたいなですね、注意喚起が全国に対してされたりするじゃないですか。なんかそれに似てるなーっていうふうにですね、ちょっと思ってしまいましたね。<laughs> わざわざこの全国に通達するあたりですね、いや、そういう事件になんか似てるなーっていうふうに思ってしまいますけどね。はーい。 え皆さんですね、えー、不適切な会計があった場合、えー、どうするんでしたっけ東京都の皆さんどうするんでしたっけ、えー、もちろんですね、返金ですよね。えー、こちらですね、東京都で過去にですね、コラボの件について、住民監査請求ですね、あの、通った時とあと、あの、再調査の時ですね、東京都はですね、こんなコメントをされています。これ、監査結果のところでですね、こんなコメントをされています。調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や、委託料の過払いが認められる場合には、 過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じることっていうのでですね、返還請求が必要ですと <laughs>。 過去に遡って返還請求と、えー、だからやっぱお金が足りなくなるからですね。お金が足りないよーっていうね。もうなんか一億、億を超えるお金を持ってるのにですね、お金ないよ、お金ないよーって言ってるのはですね、この返還請求の対応をしないといけないからですね、お金がないということをですね、えー、言い続けているんでしょうかね。億を超えるお金があるのにですね、お金ないお金ないって不思議ですよね。えー、東京都もですね、これ問題から目を逸らして逃げていますけども、厚生労働省がこれ認めてるわけですからね。 えー、きちんとですね過去の分も含めて、えー、きちんと精査してですね返還請求をお願いしましたまた、あ、3月中にですねこれ過去の分もチェックするって言ってましたけども結局ですねあれも調査してるのかどうか分かりませんけどもなかったことになってますよね。 不適切なところがなければ公開しないみたいな話をしてたような気がするんですけども、まあ発表してないっていうことはそういうことなのかなと思いますけども、きちんと国は不適切だって言ってますからね。<laughs> これ不適切な点がないっていうような対応してるのは東京都とコラボだけですからね。いや、国が不適切だって認めてるのになんで無視してるんでしょうかね。えー、東京都がですね、こう、えー、責任を追求された時にはですね、これは国の事業なんです。私たちは知りません。みたいなですね。黒塗り,塗りこ が会見で逃げていましたけども、まあ、国がですね、きちんと不適切だって言った時にはですね、こうやって知らないふりをしてるわけですよね。<laughs> それに従わないというのでですね、ほんと黒塗り塗り子、ふざけすぎですよね、これ。うんえー、それからですね、コラボもですね、過去にこんなことを言ってましたよね、えー。コラボが会計について不適切な処理があるとして、当局から指導を受けたという情報が流れていますが、 コラボが指摘を受けたのは、あくまで記載の方法などの事務処理的な事項や事業の実績報告に係る、えー、対象人数の修正等に関することであり、会計に不正があったと判断されたという事実はありませんっていうのでですね、えー、こうやってですね、不適切な処理があるとは言われてませんっていうふうにですね、言ってるんですけども、いやいや、でも国はですね、きちんと不適切な処理があったというふうにですね、言ってますからね。うーん。いや、デマだ、デマだって言ってましたけども、デマ だったのはでですねどちらなんでしょうかいやーデマだデマだって一番言ってた人たちがですね実はデマを言っていたというですね <laughs> そういうお話になってますかねはい、えー、それではですね今回の事件について、えー、ネット上の声も見ていきたいと思います、えー、まずはですねこちらのコメントです不適切な会計処理って明言されているから これをデマだの誹謗中傷だの、全女性への攻撃だのいうのは、すべて事実誤認に基づく、デマだってことが確定したようです。っていうのでですね。まあ、デマだデマだっていうことはですね、もう言えなくなってしまったと。<laughs> 私たちは不適切な会見をしてしまいました。というふうにですね、発言しないといけなくなってしまいました。というところですね。<laughs> いやーそういうの認めるの一番嫌いそうな方々ですけどね。<laughs> こういうの絶対嫌がりそうな方々ですよね。自分たちの日を絶対認めないような人たちですからね、うん。でも実際にお金をもらってるですね。国がこういうことを言ったらどう言い始めるんでしょうかね。はい、えー。こちらですね。いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。でもなあ,あちらは日本語が読めなかったり、書けるけど理解できないのが多いからなーっていうです、ね。<laughs> こうやってですね、不適切な処理がありましたって言ってもですね、え、そんな日本語知らねえよみたいなですね。いや、いつもなんか日本語がちゃんと理解してんのかなっていうようなですね、ことが思える機会がたびたびなんかあるような気がするので、今回の不適切な処理がありましたっていうのもですね、え、な、にそれみたいな <laughs>。そんな日本語知りませんみたいなですね。そんな対応されるんでしょうかはい。えー、こちらですね、いいねしておきたいと思います。 え続いてはですね、こちらのコメントです。これはこれは厚労省も私たちの妨害者認定されちゃうっていうのでですね <laughs>、えー。妨害者は、えー、市民だけではありませんと。一般市民、一般国民だけではありませんと。えー、国もですね、私たちの敵だつってですね <laughs>。いや、もうそろそろですね、もう国まで妨害者認定してしまうとですね、どこかもう日本以外の国に出てしまうしかないんじゃないかなというふうに思いますけどね。はーい。 えこちらですね。いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 C がダメなら WBP はもっとダメっていうのでですね。まあそうなんですよね。コラボがダメだったら多分もう WBP、えー、若草、ボンド、パップスですね。多分全部ダメだと思いますよ。うん。いや、これ非常にいいことですよね。一番なんか数字が多い <laughs>。一番数字が多く見えてるコラボがダメだったので、多分ですね。実績もちょっとイマイチやってることもいまいちな。 WBP はですね、もっとダメなんじゃないかなというふうに思いますけどね。あー,、えーこちらですね、いいねしておきたいと思います。今後の WBP の住民監査もですね、もう非常に楽しみになってきましたね。はーい。 えー、皆さんですね、今回厚生労働省国もですね、無事にコラボの会計は不適切だということをですね、認めてしまいまして、今後ですね、公金の返還対応が、えー、必要な状況に迫ってきたわけですけども、皆さんですね、このような、えー、コラボについてですね、どのようなご意見をお待ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると、 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。